明日のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気分布からです。西日本や東日本では晴れて穏やかな天気が続きそうです。一方、前線が通過する北海道や東北の北部を中心に雨具の出番が続きます。ざっと強まるタイミングもありそうですので、お気をつけください。ではお洗濯情報を見ていきましょう。金曜日のお洗濯情報です。西日本から東北南部では日差しが届いて洗濯物を外干しできそうです。翌日は雨が降るので日差しを有効に活用してください。一方、北陸や東北の北部、北海道では雨の降りやすい天気、空の変化に注意が必要です。洗濯物は部屋干しが安心です。アプリからもお洗濯情報を見ることができますので、ぜひご利用ください。